番ちょっともうね、ここ会社なんですよ。どうしたんですか今日。もう近所だからちょっと息抜きに遊びに来たんだから。息抜きってね、だから開けないで買ってるね。もういいから、なんかちょっといいゲームの1本や2本ないのかい。ゲーム、いやそんな突然ね、突然会社隣に座られてもね、ないですよそんな。ゲームがないんだったらこんな汚いとこは痛くないよ。ちょっと待ってよね、ほらね、この前だってサボったばっかりでしょ。すごい本当ね、帰られちゃ困るから。ちょっと今ね、今一応聞いてみるから、すぐ電話してね。ちょっと待っててね。ということで、アーミンのために早速メーカーさんに電話をするルパンなんですが、あ、ダメ。あ、わかりました、はい、すいません。やはり急なお願いということもあり断られてばかり。そこでルパンはある作戦を思いつく。果たしてその作戦とは。大々的にちょっと、取り扱いさせていただきたいなと思ってまして。おいおい、そんなこと約束して大丈夫なのかよ。あ、あります新作ゲーム。あ、本当ですか。あ、じゃあ、バイク便とか、するんじゃなくて、もう、直接持ってきてください。なんとか新作ゲームを取り寄せることに成功したルパン。ゲームが到着するまで編集部を勝手に荒らしながら待つアーミン。一体どこのメーカーが来るんでしょうか。そして1時間後。もうちょっと待っててね。もう待ちくたびれたね。もう帰っていい？いやいや、もうちょっと待って、もうちょっと待ってね。もうすぐで来るはずだよね。本当に？もう楽しみだなーって来ちゃったよ。お待たせしましたー。もうね、警察呼んで。今回は大特集ありがとうございます。いやもうちょっとね、産業廃棄物置いて帰って。それは何？人、ゲームじゃなくて人なんだけど。新作ゲームをこれ1つ、2つ持ってまいりました。よろしくお願いします。おじさん、解体屋じゃないんだからとっとと持って帰ってください。ちょっと困ったねこれはね。急なお願いにもかかわらずソフトを持ってきてくれたのはナムコの名物候補、つげさん。今日これ持ってきてくれたゲームは何なんですか。太鼓の達人、タラコンでドロンガドンというゲームですってことで、まず1本目はキュートな候補佐藤さんが紹介してくれる太鼓の達人、タタコンでドドンガドン。よろしくお願いいたします。コースは簡単、普通、難しいいっぱいあるんですけれど、どちらのコースで。もちろん簡単です。もちろん簡単です。もちろん東大ですね。当たり前基本です。まあほら、練習からよかった。じゃあ簡単コースで、曲はどの曲で。歌えられないのをお願いします。歌えられないのでしないから。じゃあナムコってことはピー運動なんですよね。いいですね。さあ始まる。慌ててんじゃん。左手はね、両方一緒に立ってください。すごい。あ、もう息が合ってないね。息が合って深いですよ今。あ。これは今日原稿を書けません。もう一回失敗すると後がダメだね。すいません、歯がダメですいやもう本当に脱臼するかと思いました。ありがとうございます。結構いけたんじゃない？自分的には結構。ほら点数もうお小遣いだったらこんだけもらったらこの後2、3回やったらね、もうなんかそうなる。すごい勢い、失敗って出てます。泣いちゃってます。もうね、涙の海。でもあと2、3回やったらね、お前らはハードルが高いね。もういいゲームだよ太鼓の達人。これで毎日お祭りを騒ぎしてください。もうこんなに大特集。あ、まだもう1本ぐらいあるでしょ。ああ、もうどうも結構あるでしょ。じゃあそれをね、次行きましょう。忍者さん、はい、ぜひぜひぜひ。もう見て。続いては25歳の割に落ち着いた感じのする候補を土倉さんが紹介してくれる忍者アサルト。今回はストーリーモードをぜひやっていただきたいと思います。はい、今回そのストーリーが4つあるんですけど、4つともなんですが違うストーリーが。あります。なんで英語かとかいろいろ突っ込んでほしいことがいっぱい多々ある。もうアメリカで売ろうと思ってるんですよね。違うんです。これアメリカ人が見た日本の忍者。テーマで作ってる。まだそのうさんくさい逆に言うような。深いんだか浅いんだか全然わかんないですね。ストレートに行けよって感じもしますけどね。あんなのが英語をしゃべるっていう。なるほど。じゃああれが丹波哲郎のようなものですね。そんな感じですね。わかりました。本当かよ。行きます。はい。頑張って。で一応弾が切れたらですね、画面の外を打ってください。はい。おお、いきなり生ハゲがいっぱいいるよ。生ハゲかよ。生ハゲだよこれ。一応そうですね、どっかのお祭りに出てきそうなやつなんですけど、鎌倉のやつよ。これ持ってきます。なんかさ、用意すんだよこれ。画面の外打ってください。画面の外。なんでこの手だよ。ここは。でも面白そうだな。そうなんですね。やると面白い。やらないとわからないですけど、面白いですね。はい。でもよく持ってるね。すごいですね。なかなか初めてで、一回も知らないでここまで来るのはなかなか。これはお世辞じゃないよきっと。あ、よかった。あ、死んだね。そうだ、そうです。スタートボタン。スタートボタンを押して。そこ本編に。まだやらされるよ。すごいいっぱいやらされるよ。画面見せなくちゃいけないです。私なんかもう今年初めて一生懸命ゲームやってる気がする。一応この面の。ほら。雪女だ。ああ、だって今味方かと思って。妖怪ね、詳しいからね、先生ね。すぐ妖怪を見たら友達だと思っちゃうから。嫌なやつになったね。血染めだよ、血染め。怖いね。怖いよ。怖いよ。いっぱいなんか出てきた、いっぱい出てきた。これで。やったね。倒しましたね。ほら。これでクリアです。もう今テクスカになって気分になっちゃった。美しかったね。俺と普通に遊んでたね。もう本気でね。ちょっとね。いやーすごい遊びましたね。ああもう十分楽しんじゃった。頑固といいタイプでね。楽しんじゃったよ。一年分出てきた。もう持ってるけどね。いやもう本当ありがとうございました。ありがとうございます。いいお土産までもらっちゃって。じゃああともう被害会社として帰るから。あ本当？そう。あ帰る？じゃあ続きやらないといけないんで。すみません。大特集。あれ何ページ？何分？もう何個最高。持てないからね。何個最高？最高。あ？帰っちゃうの？おいルパン、それって詐欺じゃねえの？せっかく来ていただいたナムコの皆さんに悪いだろ。おい。ナムコ。ではルパンに代わって私が宣伝させていただきます。プレイステーション2用ソフト「太鼓の達人たたこんでドドンなど」さらに「忍者アサルト」。どちらも絶賛発売中。みんなでワイワイ盛り上がること間違いなし。今回はナムコの皆さん本当にありがとうございました。